丈夫、きっとママも認めてくれるよ。何日か一緒にいてもらえばさ。そうね、でもここには呼べない。機械だらけだってバカにするもので、何の警告？地球の電磁エネルギーだわ。よくない感じね。いいえ、いいものよ。これで地球が回るんだから。でも今何箇所かの狭い地点でどんどん増えてる。いい感じね。いいえ、よくないわ。誰かが自然な循環を乱してる。増え方が半端じゃないもの。とにかくまずいの。どこで操作してるのか特定しなきゃ。そうね、特定しなきゃ。そのなんとかを。出た、乱れの元はこの近くみたいね。ああ、なるほど、デックスコープか。やっぱりあそこ臭くて嫌。対策は一つ、鼻をつまんで息を止める。じゃあ二つね。誰もいない。誰もいないけどやっぱり臭い。匂いに敏感すぎるってたまに辛いよ。何を探してるの？本来ここにない何かよ。私たちみたいな。そうね、例えばスターラボから持ってきたとしか思えないこれとか。盗んできたのね、これ全部。ねえ、これ見て。もともと電磁エネルギーを発するスポットを利用して、誰かがさっきのジェネレーターを使って大量に引き出してる。どうして？理論上これぐらい強力なエネルギーがあればハイパースペースワームホールができる。だからどうしてそんなことを？エクリプソがジェムワールドに戻るためよ。恐ろしいことを企んでるんだわ。エクリプソが関わってるの？契約書に彼女のサインがあるの。前にもアメジストを使ってそんなことをやらなかった？今回のは全然違うわ、レナ。エクリプソがジェムワールドに戻れるよう協力する見返りとして私が地球をもらうの。地球はこんなに大きなエネルギーには耐えられない。ひどいダメージを受けるわよ。まあ自分のものになるボコボコの地球と手に入らない綺麗な地球、私がどっちを選ぶかなんて分かりきってるでしょ。あんた本気？理解できないわ。ダサい耳つけた女がよく言うわね。はあ？見た目を良くしてあげる。呼ばなきゃ。クリプトマイト！電磁エネルギーのジェネレーターを見つけて壊さないと地球はおしまいだわ。エジプトのピラミッド、アステカのジャングル、イギリスのストーンヘンジ、何か共通点はあるかしら。人気の自撮りスポット、それに電磁エネルギーがたくさん出てる。つまりレナのジェネレーターがあるってこと。3手に分かれましょう。オッケー、行こう。エクリプソ、問題が起きたわ。邪魔が入ったの。ワンダーウーマンとスーパーガールとバッドガールよ。私には関係ないね、あんたの問題だ。なんとかするんだよ。ジェネレーターは今夜作動させるんだ。大丈夫、任せて。信頼できるパートナーがいて嬉しいわ。信じてるなんて哀れだね。地球を支配したいだって？好きにしな。こっちの計画が無事に終わったらね。戦え恐れ。